はい、ちゃんくん、おはよう。はい。はい。はい。朝から甘えてます。はい、甘えに来たにゃ。はいはい。ここで乗っかってる人がいます。ワンちゃん、はい。ワンちゃん、ワンちゃん、はい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 。ワンちゃん、はいはい、ジェンキー。あ、ポンちゃんがどいてくれたぞ。動きます。よいしょ。ジャン君、今日は病院の検査に行くことになったよ。いいじゃんね。雨だけどね。雨だけどね。よいしょ。今食べてるご飯が正しいのか間違ってるのか。ちっといけね、もう二度とお腹なんか切りたくないよね。そうだよね。あー、ワンちゃん来たね。ワンちゃんも。あー、ワンちゃん。ワンちゃん、ワンちゃん。はい。ワンちゃん。はい。じゃあ、クロケルパパ、雨の中をカッパっていうか、なんだっけ、上下のやつね。あ、それ着るの？うん、着て。傘じゃなくて？はい、ピクミンの花びらをまくというだけの、何も手に入れないみんなのために頑張るっていうのをやってきます。積まないの？積むとこまで多分いかないと。そっか、うん、開いて、開いてるのは一個もないんだ。町中が全部つぼみになっているので、これが全部今日はネモフィラになるはずなのね。そうだね、そっか。だから、はいはいはい、はいはいはい、僕が通った後にまた通る人が積むと。そっか。社会貢献か、うん、世の中に伝わらない社会貢献、うん、やってきます、うん。ジャン君を手術後の1ヶ月検診に、連れて行こうとしていたら、デスクの下に隠れてたんですよね。気がついちゃって、なんとなく不穏で、でそしてそーっと移動してですね、自分からここに入っていきました。まんまと自分で。ジャン君、僕行くよっていうことかな。さあ、じゃあ行きましょうか。あ、ポンちゃんまで気がついちゃったね。ポンちゃん、ポンちゃんはジャン君連れてかれると泣いちゃうんだけど、すぐ帰ってくるから。ポンちゃん泣かないで、ポンちゃん、ね。ポンちゃん来た。いいよ。ジャン君、痛かったね。そこ入ってね、自分からね。ほこり、やっぱそこをね、あれしてないからね、全然。最初にちっとも出さなかったから。あ、はい。その下、中に、ポンちゃんが入っちゃうかな。ポンちゃん、そこ、お掃除してないからさ。ちょっとそこは汚いってさ。ポンちゃん、ちょっと掃除してからにしてくれはる？さあ、雨なので、周りに布をかぶせた上にレインコートをかけて連れていきます。はい。よくないね。自分から入ってなかったよ、ジョン君。はい。ワンちゃん。ちょっと、もうちょっとこっちですか。ワンちゃん。
そこをポンちゃんが行くから掃除機ちょっと一瞬かけよっか。絶対行くもん、ポンちゃん。はいはい。さあ、準備できました。ポンちゃん、あまり泣かずに待っててくれるかな。今日の検査はね、別になんか切ったりしないし、すぐ終わるよ。だから、さっと帰ってくるから。よろしくね。はい。はい、じゃんけん。はい、着いたよ。はい、検査だけだから。はい。よいしょ。ちょっと開けてくれる？開けて。はい、大丈夫だよ。はい。はい、ポンちゃん。すいませんね。帰ってきましたよ。はい、どうぞ。あれ？どこここ？はい、ただいま。はい、ポンちゃん。ポンちゃん入ったら連れてかれちゃうよ。ジャン君の結果報告です。今のところ石はできていないねとは言われましたが、尿から石の成分が出ているそうです。硝酸だったかな、硝酸だったか硝酸だったかね、ということはそれが2年経つと1センチぐらいに、溜まる可能性ありと。で、ご飯は1種類にしていたんですが、それが原因なのか、または何の原因もなくできやすいタイプなのかもしれないということで、まずは1個目の、ご飯の1種類っていうのを別の1種類に切り替えてみます。今度は3ヶ月後だと思うんですが、この最初の計画ではね、そういう形でちょっとやっていきます。それから水ですね、いろんなミネラルとカルシウムを除去するという、浄水の、まああれは何だろう、石みたいなものを、セラミックみたいなものを入れるものだと思うんですが、それを、強化してみます。大変、まあ今仕事を始めているところだから、これから仕事どんどん取ってですね、ジャン君につぎ込んでいきます。ポンちゃんにもね、ポンちゃんに、本当はポンちゃんには美味しいものを食べさせたいんだけど、ジャン君のお付き合いでごめんね。ということで、なんとか、ちょっとショッキングではありますけれども、なんとかしていきます。待っててくれましたか、ポンちゃんも。今まで寝てたね。ポンちゃんは割と寝てること多いもんね。ジャン君はお迎えに出てくれてありがたいけど心配になっちゃうよ。さあ、これからはいっぱい家にいるからね。ああ、でも明日また、あ、パパだけがちょっと用事があります。ママいればいいよね。ということでした。